白木優里との時間は唯一千尋の心の安らぎとなっていた。敵同士だと分かりつつも次第に惹かれ合っていく二人。そんな穏やかな時間を破るかのごとく、千尋は虎徹が死ぬ予知夢を見てしまう。ロード・オブ・バーミリオン、グレンの王、第7話。どうか二人の手を聖なる言葉で結んでください。定めの糧の愛がある。